よーし、それじゃ、間違い探しの撮影始めます。正解班、スタンバイ OK です。間違い班、あれ が、監督あれボーダーの服の人は僕の間違いのやつが来てないあ、小林くんなら今日アスカちゃんの握手会の方行っちゃいました。アスカちゃん乃木坂のほら、あの小顔の子。そう、そうなんだ。ボーダーの本数が違うと見せかけて違わないのはこだわりポイントだったのに。どうしよう。ま、間違い探しなんでいなくてもいいんじゃないですか人がいないのが間違いの一つってことで。いやーでもこれ難易度星4つなんだよなー人がいないの簡単すぎっていうか、こだわるタイプの監督だなー間違いの方に合わせるしかない。正解の方のボーダーのカレー、今回は映らないでもらっていいえ のために役作りしてきたんですけど。ごごめん。やってられん。今からでもアスカちゃんの握手会に行ってやる。まあまあ彼なしで撮影しよう。あのー、これ防弾なくなったら僕は誰とサボテンしてることになるんですか。それは一人でやってるんだよ。なんだそれ。役者を舐めるな。僕たちも帰ります。アスカちゃんの握手会我慢してまで来たのに。兄さんまだ間に合いますよ。しまった。間違いが足りなくなってしまった。間違いを増やさなければ。え？あの間違いの方の犬を防弾にできないかな。塗りますか。そうそんなの契約になかったでしょう。やってられん。本当は今日はアスカちゃんの握手会に行きたかったんだ。 そんな、上からは今日までに完成させろと言われてるのに、どいつもこいつも自分の都合で動きやがって。あの、実は僕もアスカちゃんの握手会のチケット持ってて、行ってきます。この時私はようやくたった一つの間違いを見つけた。それはこの社会だ。社会そのものが間違っているのだ。俺だって好き勝手に来てやるそれから私は会社を辞めてインドに渡り仏教の教えを学んだ。そして日本に帰国し、アスカちゃんのファンになったのである。